どうもー、こんばんはー。ゆうきむらでゆきむらさん、今日いなくなるの？最高ー。もうね、いなくなってほしい人ナンバーワン、最高、マジで。その雪村さんが今日ね、100万コメントいかなかったら引退してくれるということです。最高、ノリがいい。雪村ノリがいい、最高。ということでね、はい、今日僕は引退するかもしれないです。 はい、今まではね、戻ってくるとかね、戻ってこないとかっていうのがあったんですけどね、今回言い切ってますからね、引退しますっていうね。 僕は今日起きて、1時間前ぐらいに起きて、なんか、今日やりきってないな、みたいな。今日だから全然活動やりきってないなって思って、何ができるんだろうって思ったら、なんかやっぱりこれぐらい振り切らないと僕は生きてる価値がないなと思ったんで。 でも案外みんなで乗っかっちゃえば、サクッといっちゃいそうって感じなんで、はい、なんかそれにかけてますね。はい、よろしくお願いします。いや、始まったよ、マジで。いや、なんかね、どうなんだろう、これどうなるんだろうねって感じだよね。いや、でも結構バイブレーションですよ、本当に。だから、なんか、オープンチャット見てたの。オープンチャット見たら、もう無理だよって言ってたのね。無理だったらいいんだよってなった。乗っかってくれる人が乗っかってくれればいいですか。これが現実ですからね。僕に投資する価値がないと思うんだったら投資しなきゃいいんですよ。で、無理だよ、できない。だからもう無理なんだよ、それは。それ無理。だからね、後悔するかしないかやっぱり自分次第だなと思うんですよね。だから、雪村さんに引退してほしくないって人はコメントしてほしいし、いや、こいつは引退してほしいと思ったらね、もうステイしてください、そこで。待て、待て、お座り、お座り、待て、何もしてはいけない。これは何かしたら負けるゲーム、わかる？泳がせよ、泳がせよ。全力を尽くします。いや、いいんですよ、別に。だってみんなだってやることあるじゃないですか。まあ、勉強とか、勉強とか、勉強とか、仕事とか、仕事とか、まあ多分やってないと思うんだけど、サボってるじゃしょ、やっぱりそうやって勉強とかね、目をそらしてると思う。勉強とか、勉強、あと親御さんとのコミュニケーションだったりとか、やっぱりやりたくない仕事だったりとか、そういうのやっぱり、ね、やっていかなきゃいけないと思うんだよね、この夏。やってる？やってる？自分の胸に手を当てて。やってる？勉強やってる？仕事やってる？人間関係大丈夫そう？モテてる？モテてる関係ない。 お前モテてる？ねえ、モテてないと思うんだけど、まあ僕しかりそうなんだけど、僕たちはね、やれてない。人間力が低すぎる。もう本当にダメ。なので、まあ一日こうやってね、何かをかけてトライすることも僕は大事だと思うんですよ。どんな結果であるね、なんかそれを受け止めて生きていくことが現実だと思うんで、やっていきましょう。あ、でも20万コメントなんだ。でもわかんないね。5倍だもんね。ちょっときついか。いいね、面白い。好きです。こういうの、こういうの好き。好き好き好き。いけん、いや、いけない。このライン、このライン、生きてるって感じがして、僕も最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。でもいいんだよ。もしね、本当コメントしないんだったら夏休みの宿題とか。 やっぱレポートだったりとか、まあ、大学生とかもね、まあ、進路に向けてだったりとか、就活だったりとか、まあ、いろいろあると思うけど、そういうのとかもやってもらって全然構わないからね。自分のことやろう。自分のことやっていこう。じゃあ、ケロどうしようかな。でも、いつも通りいいっすか？いつも通り。なんかね、で、特別なんだけど、別に、これ、もしケロはここでいなくなったら特別なんやけどさ、なんだろうね。今まで通りにやって、今まで通り終わるなら終わりたいんで、僕は。いやー、でもマジで横割りワンチャン立てないんか。めっちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いくらい？どういうこと？そんなんありなん？いや、ありとかなしとかじゃないよな。言ったことはやる。終わり。でもそれだけなんよ。マジで。言ったことはやる。言っちゃったからな。もうちょっと保険かければよかったな。失敗。でももう遅いや。ちょっと待ってね、今エコーの準備するから。いいじゃん。じゃあ1曲目これにしよう、これ。てか、待って、声出ししたい、声出ししていい、声出し。いや、てか、水飲んでいい？ちょっと水飲んだ。じゃ、もうマイペースすぎ。は？マイペース？今に始まったことじゃないんだが。うるさい、お前。お前、新規だろ？雪浦さんってマイペース。みんながこんな一致団結して焦ってるのに、一人でのうのうと水飲んでんじゃない。何言ってんの？僕、マイペースだよ、鼻から。YouTube の動画全部見てきなよ。YouTube の動画全部見てきて、そこで僕に協調性を感じるのであればね、君はちょっと変わった感性だと思うけど、僕、協調性ないからね、基本的に。って言ってだったな、そういえば、なんか、いつも。全部がなんかちょっとエモくなってるの、めっちゃ面白い。そういえば、いつも声出しは手打ってだった。手打ってかは妖怪ウォッチだったな。懐かしいや。
そんな声出しも今日で終わり。悲しいよ。好きって言って、で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 言って、好きって言って、で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 言って、好きって言って、で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 言って、恥ずかしいけれど言って、ぼかされちゃえば。どっちが言うのかわからないでしょ。だから好きって言ってで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 言って好きって言ってで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 言って好きって言ってで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 言ってって言ってって言って言ってこのって言っての声出しも今日で最後だと思う。ごめん、なんかって言ってがすごい胸にきました。すごいなんか好きって言ってっていうのもやっぱりみんなに今日で最後しか言えないって、ただでさえ素直になれなかったね、この活動期間、今初めて心からリスナーさんに好きって言ってって歌を通して言うことができて、もうすごく違う、今時間ないから、時間ないから、そういうのいらない、そういうのね臭い、言っちゃっていい、マジでそういうの臭いよ、キモい、キモいキモいキモい、そういうことを言って同情誘ってるんでしょ、それでコメント数を稼ごうとしてるの、ダメです、それ不正ですよ、ダメですよ、人の感情もうダメ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 、それあれだから24時間テレビと変わらない、24時間テレビね、ダメだよ、もう感動のラストみたいなそういう雰囲気を作って視聴者の心をうるっとこさせる愛は地球を救うみたいなテイストはダメですよ、正々堂々本質で勝負しましょう、はい、やばい、正々堂々本質で勝負するよ、そのダメ、ちょっと待って、音かけるわ、音ちょっと BGM があった方がテンション上がる、雪村さん本当に今日でいなくなっちゃうんだ、もう私ダメなんだ、違う泣いてる暇なんだ、もうコメントせえや、いいよ別に、だからお前そういうところだから、もうダメなんだ、もうダメ、じゃあコメントしろよ、お前死ねんだろ、だから他力本願なんだろ、いいよ別にコメントしなくて、コメントしたやつだけは勝つからね、コメントしたやつと共に未来へ行くからだし、コメントしたやつと共に死にたいのよ僕は、わかる、ダメだよ、そういうやつはさ、ふわふわしたいならどうぞ、開演準備しちゃおうかな、泣いても笑っても、もう遅いよ、ほらせいのコメント打つか打たないかはお前次第、あ、いやいや、なんだかなってつまんないこともあるよね、わかる、だから雪村は今日こういう意味わかんないことやってる、やんなっちゃってドロー、やだったらやんなくていい、そろそろいいか、もっと頑張って、上がるまでもっと頑張って、つながろう、ヒントリーより二人増えたら安心、心配ないや、オーライ残すどんまい、波ありなんだい、みんなで乗っかっちゃえば案外サクッと言っちゃいそう、ダメだよ本当に、ちゃんとやりましょう、僕はちゃんとやるよ、っていうかいきなりそういうこと言われても困るんだけど、はあ、お前予想通りの活動ばっかり、他の活動者みたいに優しく手取り足取り教えてもらえたのは大間違いだよ、イレギュラーでしかないんだから、いつだってイレギュラー、そこにねどれだけ対応できるかね、それが人間力、どうせ引退しない、あ、僕マジで100万いかなかった、普通にやめるよこの声取っといてよ、この声取っといてよ、あ、雪村です、僕あれマジでやめますよ、100万コメントいかなかったら、覚えててくださいよこれ、あちゃんと録音して TikTok か TikTok でも何でも拡散してくださいよ、僕は100万コメントいかなかったらやめますよ、別に興味ないは、特に関係ないは、いえ興味持って、
いやこの景色覚えとこう。二度とツイキャスを開かない未来もあるもん。二度とツイキャスを開かない未来もあるかもしれない。ツイキャスの画面見とくわ。またのお越しは二度と来ない。次回までお元気で。痛いけど次回はない。次回までお元気でつうか、もう次回ねえ可能性だってあんのにさ、舐めてんのマジで。次回とかないんだがマジで。ここもう一級入魂なんだよ僕は。そんな甘い世界じゃないよ。惑星ループ歌おう。銀河の隅で惑星はぐるぐる回る。電波の記録エコーが返ってきた。これで何回だ。遠くの空であなたに恋をしたんだ。届かないこと分かってるのに。ああお前らに会いたいなって気持ちがループレペセレ。頭がどうにかなりそうだ。それ以外交わせない。ああ今すぐ会いたいなって来る日もループレペセレ。この週会議道場にお前らがいなくても、はい、そこに大体愛があるだけ。そこに大体愛があるだけ。声をたどって何光年だ。延長線に消えてゆく。このままパッと忘られたら楽だろうな。触れられないのに見えてしまってどうしようもない。いやいや近くて遠いあなただ分かってるよ。ああそれでも会いたいなって何度もループループする。心があなたで鳴っている。それだけが確かだ。それだけでいいよ。ああ星が回るように僕らはずっとループする。思いが軌道を描いている。あなただけを追うよ。ああ今すぐ会いたいなって命がループループする。この周回軌道上にあなたがいなくてもそれ以外思えない。はい、そこに大体愛があるだけ。そこに大体愛があるだけ。そこに大体愛があるだけ、yeah! そこに大体愛があるだけ、oh, yeah! はあ、そこに大体愛があるだけ。惑星ループでした。ありがとうね。この惑星ループもループループ言ってるけど二度とループすることのない。あやめようやめよう。まだ諦めるの早い。まだ諦めるの。やめろ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 。フラグ立てんなフラグ立てんなマジで。やめろマジで。やめ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 よ。もう二度とループすることはなかったってことですか。 YouTube の YouTube の部が何なんだっけ。 BE じゃなくて EP ってことは、つまり ED でエンディングの ED ってことですか。違います。あ違います。ということは雪村さんの歌で1曲目が惑星ループだったってことは、それは二度とループしない未来を予想して歌ったってこと。違います。じゃあ僕が歌いたいから歌ってるんです。これはやめて。その変な憶測を立てるのはあなたたち悪い癖よ。その許さないわ本当に。やめなさい。オーラセイの手を。ああいろいろ歌ってみたとかも撮ってたのにな。夏休み中いろんな動画あげようと思って動画作ってたけど全部おじゃんですか。そんなことってあるんですか。ありますありますえあるよ。え全然あるよ。え明日も生きれると思ってんじゃねえよ。それ慢心だよね。明日も当たり前に来るって思ってるでしょ。ありません。
明日は来ません、約束された未来なんてないということをな念頭に叩き込んでおけ。あ、今自分に言ってる自分に言っていた雪村お前甘いんだよマジで、いつもいつもお前は今日で死ぬんだ。マジっすか、マジっすか、僕死ぬんすか。え、今までの活動も全部パー。ちょちょちょ、はい、パソコンが固まったって。ちょ、パソコン固まった、ちょちょ待って、ちょパソコン固まった、ちょこれどうなってんのこれ、ちょこれどうなってんの、ちょパソコン、あれ、あ、やばいやばい、ほんと固まっちゃった、パソコン、え、これどうなってんの、え、これどうなってんのこれ、これは、え、パソコン固まっ、え、あれ固まっちゃったんだけど、あれこれどうなってんだろう、あれ画面見えなくなっちゃった、あ、やばい、え、やばいやばい、え、死後の世界に先にワープされて送り込まれてる、ちょっと待って、誰もいない状況ちょっと落ち着こう、待って、 OBS ついてるじゃん、 OK じゃん、 OK じゃん、で、待って、インターネットを、インターネット画面を、え、ちょっと待って、待って、一人になった、え、何これ本当の樹海じゃん、マジで一人になった。え、ちょっと待って、携帯から見るか。え、何これ本当の樹海じゃん。ああ、よかった、お前ら、お前ら、お前ら、スマートフォンで確認した、お前らの安否を。お前ら、終わったかと思った、マジで俺たち。もう、早急に終わったかと思った、マジで。クライマックス早と思って。まあ、これはこれでいいか、これはこれでいいか、やばい。よくない、何もよくない、落ち着いてほしいマジで。いや、もうツイートキャスティングのモイからさね、自殺を予兆してるみたいな、このなんか命というワードやこの生死をさまよう、なんかね、こう配信をしてバンを食らってるのかと思った。違いますよね、やめてください本当。もう一回さ、 BGM からやり直しだよ、これこれこれ、あぶねー。え、雪村さん焦ってるんですか、なんだかんだ引退するの怖いんですか。あ、別に、あ、別に、お前舐めてんじゃねえぞお前マジで。今僕が取り乱したからさ、舐めたでしょ今、うわこいつって、あ、お前舐めてんじゃねえマジで、お前マジ、あ、ムカついてきたマジで、ムカついてきたマジで、まだ誰も何も言ってない、誰も何にも言ってないです、勝手にピキるのやめてもらっていいですか本当に。いや違う違う違う、聞こえた今、でも確実に聞こえた、絶対許さないマジで、今舐めてるやついたマジで。次の曲行こう、ルマとかだ、ルマ、なんか王道系来てえな、せっかくだし。今日ちょっと王道系で行こうぜ、いつも通りで行こう。雪村さん、弾幕でコメント稼ぐ作戦だと思った。いや弾幕でコメント稼ぐ作戦だったら僕いっぱい歌ってるからね今40分でまだ2曲、いやまだ2曲しか歌ってないというところでさせてほしいんだけど、僕はマジで普通にフラットに勝負するよ。え、てか雪村さんってそもそも誰と戦ってるんですか。え、うるさい、え、うるさい、いいじゃん別に、だっていいじゃん、自分で山あいで谷ありな人生を自分からね、エキサイティングに作り出していくの分かる、何もないと何もないよ分かる、こういうのが刺激的なんだよ、刺激っていうのは自分で作るんだよ、僕はそうやって生きてきたんだ。満点な人生も秀才な回答もございません、有害な評論も見ついた土壌も来たくはないな、壮観な表彰も平凡な納豆もございません、安定な将来も傲慢な改正も見たくはないな、はいはい、うつむいちゃってやんやんやん、くらくらりさまよって生徒を失っちゃってワンワンワン、だって心は満たされない、愛をちょうだい、感情で消滅だった、声からせ全然わかんない、バッテン食らいつくして心臓結晶だったった踊り前、世界なんてバイバイでしょ、だった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 ら、あ、
なとはもう優秀な成功もございません。後悔な人生も撤退の殺到も見たくはないな。毎回つまずいちゃってキャンキャンキャンフラフラリかじかんで正当なくなっちゃってワンワンワン待って出口も見当たらない。ちょうだい感情で証明たたた声かぶせ断然止まんない。バッて笑い倒せ心臓化粧負けたか踊り前世界なんてないないでしょだたたたたらあちょうだい感情が証明たたた歌うて全然すまんない。ガッツラ抜き倒せ心情化粧ラッカカッカハイアグレイ世界なんて曖昧でしょラッタタタタ感情で証明たたた声かぶせ全然わかんない。バッテン食らい尽くせ心情化粧ラッタタタ踊り前世界なんてバイバイ通称ラッタタタタ世界なんてないない化粧ラッタタ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 タラアーズマでした。一曲一曲噛み締めてるな。噛み締めてるいいな。やっぱり大事だよねこれ。噛み締めることってやっぱ大事だよ、うん、お前らもこう当たり前にね、当たり前に別に僕推しじゃなくてもいいですよ別に。ただ自分の主の活動とかをもしかしたらもう見えなくなっちゃうかもしれないじゃん。わかんない、その物理的にさ、あの彼が死んでしまったりとかさ、死んでしまうのめっちゃ面白い面白くない面白くないじゃん面白いって感じよ。だけど事故にあって死んでしまった場合っていうのはさ、もう無理だったりとかさ、わかんないじゃん、そのリアルで何が起こるかなんてのはね。そうですよ、いきなりこうね、あもう活動もういいやとか、雪村みたいに投げ出す人もいるかもしれないじゃん。一回一回の配信で大事に聞いてあげてほしいなって思いますよ、うん。まあでもやっぱり他の活動者さんたちっていうのは、なんか僕から見ると、なんかゲームをしていたりだとか、そのね、なんかエーペックス何ランク行きましたとかっていうツイートっていうのは、あまりその女の子を喜ばないかなというか、あ、いや、いいんですよ。その、あの、なんだろうな、自分の推しピ君が楽しければそれでも、それもいいと思うんですけど、なんか、え、私の気持ちとかお金とか時間とかって、あ、そういうところに結局行き着いちゃうんだなっていうのがすごい悲しいというか、そろそろもう、おります。ありがとうございます。違うから、マジで。ちょっと違うから。じゃあ雪村さんは普段何をされてるんですか？僕ですか？僕あの趣味ないんですよ僕趣味がなくてですね、逆にちょっと問題なんじゃないかなっていうか、ちょっとコンプレックスなんですけど、そう漫画とかもね好きじゃない。なんかなんだろう、音楽鑑賞っていうほど音楽が好きじゃないし、なんかそのなんていうの、めちゃくちゃ好きっていうのがあんまりなくて、そうゲームとかも好きじゃないじゃん、むしろ苦手だし、うん、普段何やってんだろうなって思ったら、ひたすらなんかね呪ってるだけだった。呪ってるえ、いないそういうやつ。なんかさ、常に人のさことぐちぐち言ってて一日終わるみたいな。なんか雪村って本当にそういうカスみたいな感じなんだけど、常にこう、あいつマジうぜ、あいつマジうぜ、うわもう絶対殺す絶対殺すって言ってたら日が暮れるみたいな感じ、うん。僕割となんかそれあるかも、うん。ウケるよね。あ、いいじゃん。ダーリンダンスだ、ダーリンダンス。ダーリンダンスって、でも何分？あ、48分か。そろそろ一家じゃねえよ、全然よくねえよ。もっと頑張って、上がるまでもっと頑張って。本当だよな。もういいやじゃねえよ。よくねえ、何もよくねえだろ。案外サクッといっちゃいそう。いやいや、そんなあの低いハードルじゃねえから、こっちはサクッといけねえから。そんな舐めてんのかマジで。さっきから聞いてたらよ、こうおどとか言うと、お前舐めてんのかお前マジで。おめえにまでイライラして、お前 BGM にまでイライラしてきたマジで。煽ってんのかお前やばい、でもミスったかもしれない。また見る？でダイエットで、なんだっけ？やめ明かして。間違えてます。そうだ、前回間違えてた。前回間違えてたよね、ユーロね。マイナス3なんだよね。確か。なんか前回もなんか間違えてた、僕、これ。うわぁ。
あ、これ違う、すいません、すげえ、そうだと思った、そう、これ、ちょっと、不真面目なのやめてもらっていいですか。そんな、あ、ちょっと、ルマが流れてきた。なんだっけ、なんだっけこの歌、わ、やばい、本当にやばい、ちょっと待って、なんだっけ、違う、わ、やばい、これイブと同じ現象起きてる。もう、もうやばい、ナンセンス文学なのか、ドラマ剣なのか、みたいな、そういうやつ、もうわかんない、もう、ちょっと待ってね。座照明愛だって OK OK アルコロンゴロンでややプリティプリティダイエットで曖昧みたいラブに曖昧みたいラブに闇明かしてねって愛だ恋だなんだってな攻め攻めは愛だって愛だだけいたってあでもないこうでもないな寂しい寂しいなセンスでいそうみたいラブにせそうないかいラブに踊れとれぼれが何もない私何もない変われない私変われないわからないわかるわからない目元イライラ隠してタタタタタリダリダリダリハイサイない愛情論でおねだりタタタタタリノリダディホテディ会いたい衝動埋めてよタタタリナナ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 先住感情がいたりきたりナナ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 純情感傷でタタタタリタタタリンだ愛だ愛だってまだゴロンゴロンでニャニャくじくじダイエットでも精一杯ダンスミーオーラ世界で無理闇明かしてだって勝利絶対が何もない私何もない走らない私走らないわからないわからない愛自撮りは全部加工してタタタタタリンダリンダリンファリン吐いたね愛情論で冷めたりタタタタタリン乗りたきホットティ会いたい衝動止めてよタタタリンおとれ叫べおとれルラパパへおとれおとれ歌えおとれルラパパもうドキドキの白キドキのハイ素顔は全部なくしてタタタタタリンダリンダリンファリンどうしようもない感情論にララパリンタタタタタリン乗りたきホパリン相手衝動埋めてよタタタリンナナ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 ナの変化は期待したりナナ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 ナ妄想感傷でタタタタリンナナ純情感傷でタタタタリンメタリンチュダーリンダンスでした。イエーイ。最高だよ。お前ら最高だよ、マジで。いいね。どうでもよくなってくるね。これが最後だと思うと、どうでもよくなってくるね。もう最後前提なのやめろ。やる気出せよ、キューラ。お前何最後前提になってんだよ。え、だって、いや、無理だろ、だって。え、何期待してんの、もしかして。いけるって思ってる、まだ。あ、甘い、雪村さん甘いわ。何でもかんでも自分の思い通りになると思ってる、世界が。だとしたら、これダメです。やっぱりね、現実を叩きつけられるべき、あなたは。いけない。いや、どうだろうね。どうでしょうね。まだわかんないですから。もしかしたら、お前らが今、全員心肺停止になる可能性あるからね。お前らが今、画面の前で、ね、打ってるお前らが全員心肺停止する可能性あるから、マジで。そしたら、今もう終わるからね。あれ急にコメントが止まったとか言って、あれ誰もいない、やばいとか言って、いやあるよ全然。なんかちょっと流行りの曲歌うか、最後だしちょっとミーハーな感じいくか。ワイとかいいんじゃん、ちょっと歌えるか分かんないけど。あ、待って、雪村、キーが雪村のキー違うんだよな。え、あ、どうしようキーが、キーが、あ、どうしようキーが、
やばいやばい、本当後先考えてないやばい、無計画、無計画すぎ、もう死んで、早く死んで、本当に何やってんの本当に。いや違う違う違う、いけるいけるから、いけるから。え、雪村って何の曲だったっけ、え、これ、このこんな曲、ちょっと先ちょっといいですか、ボーカル、うん、これだったっけな、もう一個、あ、これじゃあこれ、これか、え、難しそう、え、いや、蝶の瞬き蛍ダンサーと溶けくる過剰にスパイスが泣いたいな、この手にこそりダンサーと溶けくるたようにスマイルで、リンドリンド愛を重ねて、リンドリンド耳飾り、リンドリンド一層隠して、リンドきっとバラバラバラ、ならならなゆえに、あああゆえにバトンプレイ引っ張って、バラ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 、ならならゆえに、あああステリー、そこ見ればアクバラバラバラ、ラララライアアアイ、難しいぞ、トゥ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 、うだつこの目で絶えずその手で、まばたきですら惜しいから、見えぬ姿であらぬ素振りで、放つ言葉で溢れた、リンドリンド愛を数えて、リンドリンド耳障り、リンドリンドきっと隠して、リンドきっとバラバラバラ、ララララララ、ゆえにあああゆえにバトクレイ一つ、バラバラバラ、ラララララ、ゆえにあああいすでにそこすれば悪悪耐えば、一人ぼっちだ広く甘美だ、なぜ誰が待ってる、はいはいはいでした。え、むず、雪村さっき歌った曲歌おうぜ、練習しよう、あ、練習し、練習しようじゃないよ雪村、お前が今愛を練習しても意味ないんだ、なぜならもう歌うことはないからね、お前その練習しようっていうのはどこか未来を期待していってないか、次があるだから今はどうでもいいや、そういう風に思ってないか、残念だったな、もうチャンスは一度きりなんだよ、マジかよ、マジなのかよ、でもフォニーってこれ、ちょっと待って、フォニーさ、ちょフォニー歌いてるけどさ、雪村の聞いて、あれないよな、独特ないよな、うん、あんま原型で歌ったりしてないよ、全部こう気変してんよ雪村って、だからあるかどうか分かんないよ、うん、あ、これじゃね、プラス3じゃね、これじゃねえの、うん、これっぽい、これ泣きてるアンテパシーはこれじゃん、これ雪村もう一回言うよ、後で練習しよう、そんなものはもう通用しないんだよ、今日のお前のすべてがこのフォニーにね、だから、寝起きだからとか練習してなかったから分かんないや、あ、うん、それもいいけど、二度とリスナーさんの前でフォニーを披露することはないんだよ、それを分かった上で歌いましょう、はい、がより綺麗な、終わったなぜならば全ては嘘でできてる、アンテパシーは絶望の雨は私の傘を
ついて湿らすまで髪と心のリメンバズれはしていつしかことの幅とに枯れ切ってことの身が私にぶれている鏡に映り嘘を描いて自らを見失ったメイクパパパラパラパパなぞなぞ数えて遊びましょうタタタラタラタタなぜなぜここで踊ってるでしょう簡単なこともわからないわ私ってなんだっけそれすら夜の手にほだされて愛のようにさよならも言えぬまま泣いたポニーポニーポニー嘘に絡まっているあたしはポニーあんたたしはいつしか空の目が嫌になりあって色の眼鏡なたを解いている鏡に映る私を描いて誰しもまみが違ったフェイクどうして愛なんてものに群がりそれを欲して生きるのだ今日は泳いでいる夜の電車が通り去っていくパラパラパパなぞなぞ魂で歌いましょうタタタラタラタタなぜなぜここが痛むのでしょう簡単なこともわからないわ果たしてなんだっけそれすら夜の手にほだされて愛のようにさよならまたねとつぶやいたポニーポニーポニー嘘に絡まっているあたしはポニーどうかだけが知っている秘密のポニーポニーでした。あー、まあ、まあ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 もう後悔してもしょうがない、うん、ちょ後悔してもしょうがないもう次振り返っちゃダメ振り返るなよギョラ。いいんだよいいんだいいんだそれがお前なんだから受け入れよう。今日のお前はこうだったんだ。大丈夫だよ自分で自己肯定感上げてんのめっちゃ面白い。いけるよ大丈夫。自分がいけてると思ったらいけてるって動画でも言ってたよね。そう自分がいけてるって思ったらいけてます。何あと2万コメントで100万コメント。そんなことあるわけねえだろ。そんなわけないだろ。いやそれはない。そんなことはない。ちょっと待って。いやヴァンパイア。ヴァンパイアだ、ヴァンパイア。ん？いや、めちゃくちゃ面白いじゃん。めちゃくちゃ面白いじゃん。何やってんだよ。何やってんの逆に。え、待って。え？ちょっと待って。え？これって9万コメントの間違いじゃないよな。10100000え99ええ、1時間しか経ってないぜ。待って同じこと何回も言っちゃう。やばい今北京現地で去る。ちょっと待って、1時間しか経ってないぜ。いくらあと4曲5曲ぐらいしか経ってないぜ。やばくない？
やばくないか、いや、やばいだろどう考えても。おい雪村、それは満身でもなんでもない。違う、やばい、でもやばくないか別に。じゃやばいだろどう考えても。お前大丈夫、正気かよ。おい、お前本当にやめろ。お前そのなんか自分やってるのにやってないって思うやつ、こんなの大したことないか。いや大したことあるだろ、バカじゃないの。気持ち悪い。ちょっと待って、一回早く、やばい、キモータみたいになってる。やばい、キモータ、やばい、ちょっと待って、静かに、ちょっと話しかけないで今。いや、ちょっと情報し、あの今整理してるから、今ちょっと待って、本当に待って、静かにして、やばい、10万コイン出てる、めっちゃ面白い。やばい、今ちょっとやって、他人事みたいになってる、木村。ちょっと、やばい、なんか、やばい、なんか外野の人みたいになってる。外野の人お前が始めたことだろ。やばい、なんか今、外野の人みたいになってる。なんかすごくねみたいな。なんか、あそこすごくねみたいな。俯瞰になってる。やばい。俺が主人公。やばい、10万コメントや。やばいやん、マジで。おめでとう。おめでとうなんだけど、マジで。しかもさ、ちょっと言っちゃっていい、マジで。言っちゃっていい、こんなか、逆に、待って、逆に、いや、お前らマジで、違う、これは4時間ぐらいかけて、最後の最後で、どうなのギリギリ達成、これぐらいがエモいのに、お前ら、達成するの早すぎて、なんか、エモさが追いついてないんだよね。いや、エモさが追いついてない。なんか、あれ意外と、サクッといっちゃいそうすぎてあれなんですけれども、いや僕お前らのこと信じてたんだよね、どっかで。いや信じてるって何ですかって思うでしょ。信じてるって何って、実はね、ある画像を作ってたんですよ僕は。これ信じてるからこそ作ってたんですけど、その画像いいですか、ちょっとここ貼って。半端なだけふわふわしたいならどうぞ。開演準備シャンボー、最高。やるって信じてた。いや俺信じてたマジで。最高。いや神マジで。すごいよマジで。しかも1時間後にこの画像を出すと思わなかったから、なんかネタみたいになってんじゃん。本当はね、もっとあのエモい感じでね、エモい感じで、いや実はって4時間後ぐらいにこれを出そうと思ったのに、なんでお前出すタイミング早すぎて、お前伝わってねえやこれ。いやいいけど、なんなんもう。じゃあ雪村さん引退回避ですね、おめでとう。僕引退しなかった。横浜アリーナにも立てるし、ワンマンもやって CD も出そう。夢を叶えよう。おめでとうございます。でも全然イライラしてっかんで、マジで。オープンチャットのガキ聞いてんのお前。やばい、みんな逃げて。もう100点の 100点を叩き出してるのに150点を求めようとする。雪村さんマジで助けてほしい。あのさ、オープンチャットのガキ、あのガイアエゴサーチも見てたよ。いや無理だって。どうせお前引退しないオチでしょ、そういう手札をさ用意してるんでしょって。あ違うよ。見た、見とけよこれ。だから言ったじゃん、 TikTok に流していいよって。僕勝つ自信しかないんですよ、わかりますね。そう、無理だよ。じゃあ無理かもね。コメントしなかったんでしょ。じゃあバイバーイ。入ってこないで。じゃあもう入ってこないで。他力本願だからね。お前俺んとこのリスナーが頑張ったから、あのなんか100万人達成して、お前エモくなってくる。ダメだよマジで。ダメ。お前だって諦めてたじゃん、一回諦めて俺の子舐めてただろ。お前絶対許さないお前みたいなやつ、本当に。いや舐めてんじゃねえぞマジで。本当に。何諦めてんだよ。諦めなければ叶うの、わかる？ありえないことがありえる。自分の可能性をね、信じよう。
なんかエモくなっ なんかエモくなっ、なんだろうこれ、エモいのかエモくないのか分かんないはずはめっちゃ面白い。なんなんだこの時間、なんだこの時間は、エモいのかエモくないのか、なんでだよ。でヴァンパイア歌う、ヴァンパイア、ちょ続けるよ、歌うから続けるから。今日はツイートするわ、100万コメントいったっつって、ランキング、あの写真撮る。100万コメント行きたい？調子乗ってんじゃねえっておめえマジで、おめえ調子乗ってんじゃねえって、お前、お前ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、いけない、それはいけない、お前調子乗ってる、お前100万の次は200万いっちゃいそう、いや違う違う、お前マジで調子乗んだよ、知らないからね、知らない、それはおのおのやれよ、おのおのがおのおのがやれよマジで、僕も知らないからね、マジ知らないからね、ま、やめてね、マジで。いや、お前、やめろよ、最近。あの、トノチューの言葉ですら、あの、影響力が出てるんだから。トノチューの言葉ですら、影響力が出ている。雪村さん、影響力考えてくださいじゃないからね。もう、お前らがなんか、インターネット上に影響力をまき散らしてるから、ね、本当にあの、やめろよ、本当に。お前らの一振りでかいんだから。試したいな、いっぱいで吐きたい、まだ絶対いけるよ、最低最高ずっと行き来してる、甘くなる不安の果実、生嫉妬息をしてもいらないだけ、うるさいだけ、誰かといればそれだったらねば、育てたって気持ちには逆らえない、離れていても感じてる絵も繋がって確かめたら死ねるかも、いいもん悲しいもん切ないもん、君の全てを食らうまで絶叫、私ヴァンパイア、いいの吸っちゃっていいの、もう無理も無理なんて、ルイコだね、試したいな、いっぱいで吐きたい、まだ絶対いけるよ、求めちゃってまた枯らしちゃって、ほら嫌な感じ、泣いて忘れたら初めまして、愛情をください、まだ絶対いけるよ、私ヴァンパイア、まずはこっちおいでい、一緒の思い洗いざらい吐き出したならまさにばっかり、割り切れないけどあまりじゃない、そっと朝まで当然ぼう繰り返すやだ、わがままはただ欲張ってまたチャンスを逃すのだ、やまないもしも叶えたいけど重なって押しつぶされちゃうのかも、いいも悲しいも切ないも、君の全てを食らうまでいいじゃん、楽しいじゃん、気持ちいいじゃん、溺れるまでが癖になるね、絶叫、私ヴァンパイア、いいの吸っちゃっていいの、もう無理も無理なんて、ルイコだね、試したいな、いっぱいで吐きたい、まだ絶対いけるよ、君もヴァンパイア、いいよ吸っちゃっていいよ、もう無理も無理だって忘れてほしい、君以外では絶対にいけない、ほら絶対させてよ、求めちゃってまた枯らしちゃって、いいなんかいいね、星が見えるような泡の中で延長をください、まだ絶対いけるよ、君もヴァンパイア、まずはこっちおいで、おい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 、絶対いけるよ、絶対いけたんだよな、神最高、絶対いけたんだよな、さすがすぎる。
いや、さすがすぎる、マジで。インターネットの神、え、マジでインターネットの神説マジである。え、神。あ、今日2時間やってやめるよ、2時間やって。うん。急に急に現実的なスケジュール めっちゃ面白い。あ、今日じゃあ2時間で解散しよっか。急に、え、俺たちのあの高まりは1時間で終了したの。もうだ、もう、いや、いいけど。急にフラットなんの、なんなん。あー、面白い。ボッカデラベリザード、ボッカデラベリザードがそこらへん行くか。何のキーだったっけな。じゃあちょっと、ななななな、んでその、だけ、んーじゃない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 ぞ、んんえーのありよ、あれ、んーと、ちょっとごめんなさい、待ってください、プラス3だったっけ、あっちげこ、普通にこ、君がいなけりゃ私はないない、はいはい、そうですね、その通りです、喉を過ぎ去る回のありよう、君は軽薄くくびれだらけ、私いい子じゃいられない、それは常にひしひし、あなたバイバイ道中の点でダメです、意味があるなら言葉にせずに、正しい態度で示さなきゃ、全てが伝わらないままになる、トップシークレット明かさないように、I I I hate you na 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 ですの、君がいなければ私はないない、はいはい、そうですね、その通りです、喉を過ぎればそれを信じた、あるべき場所は私導くなら、このそこで I I I hate you なんですの、ななななな、んですの、やはり軽薄高貴の私、乾いたそこへ引きずるの、君がいなきゃ今頃高値なの、トップシークレット愛に滲んだ衝動が喉を火傷させる、シークレットシークレット今にや出てこないで、愛愛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 私期待期待な連中なななななですの、どうにもならぬ愛愛愛連中なななななですの、君がいなければ私はないない、はいはい、そうですね、その通りです、喉を過ぎればそれを信じた、あるべき場所は
あたし導く奈落の底で I I I A チュナナ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 でもなんかどうでもよくなってきたマジで。だからなんかなんだろうこれなんかもうどうでもよくなってきた。ちょっともうやめてほしいな。なんなんて。だってピークタイム終了でしょ。もう終わっちゃったよ俺たちの青春がさ。一攫千金一世一代のもう終わっちゃったよな。いやいいけどね。歌リク募集する歌リク、うん、歌リクいいよ。だから外野の人いいよ。もう別にもう来なくて。あ、ただ3点して、あ、3点しよう。3点したらもういいよ。バイバイ。じゃバイ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 。じゃツイッターフォローと3点してくれたらもうバイバイ。もうあの俺たちのピークタイム終了したマジで。ゴーストルール。まあいいけどね、ゴーストルールも。あ、マジやりきってんな。ね、マジやりきった。もうどうでもいいマジで。ん？あ、ゆるふわ次回ガール歌おうよ。面白い。ゆるふわ次回、あ、テンション上がった。単細胞すぎ？死ね。もうどうでもいい、どうでもいいじゃんマジで。お前何なんだよ。え、テンション上がんじゃん。なんか今一番歌うべき存在じゃん僕が。違う？え、なんかふさわしい。やっぱ雪村にしかできない雪村の活動がここにあった。テンションが上がった。まだ終わっていない。確かキーがな、マイナス3プラス3、ちょっと音聞かしてね。あ、これだ。なんだ、夢を見た。アラーム止めて起き上がるんだ。ちょっとだけ得意げだ猫の表情横目にさ。これマジ元気出てきた。え、普通にマジで元気出てきた。マジみなぎってきた。夢は見た。アラーム止めて起き上がるんだ。ちょっとだけ得意げな猫の表情横目にさ。定期の更新周期給料日前に抑え込んだ。気づけば毎日がつまらなかったな。わかる。どうにぬるくなったジュース飲んだ時のあの感覚は味わいたくないもんな。ゆるふわ次回ガールは今日も笑って元気。中学生のタバコを涙で濡らしてゆく。気づけば毎日が人を殺すような夏でした。今日も新宿前では女子高生が2、3人死んでいる。 Oh yeah, oh yeah。ずっと嫌いだった中学時代の旧友とすれ違いそうだ。ふと視線下げてしまった。向こうはこちらなど気にしていない模様。情けなくなってきたひどい気分だな。とにぬるくなったジュース飲んだ時のあの感覚だって味であるはずなんだ。ゆるふわ次回ガールは今日も愉快に
元気。信号を無視する車に中指立ててみたり、今じゃ僕らには道なんかどこにもなくて、案外完全な街の中僕らは暮らしてる。次回があるわ、明日もきっと元気。コンビニの放線今日も辞さない彼らもきっと気づけば毎日が人を殺すような夏でした。今日も新宿前では女子高生が二三人死んでいる。 Oh yeah、 やる部は次回があるわ、今日も元気。ゆるラジ会ガールでした。人を殺すような夏でしたって僕やん、わかる。人を殺しながら歩んできたこの夏、マジで早くマジで全員ぶっ殺さなきゃな、マジで全員ぶっ殺さなきゃな。治安どうなってんだよ。いやちょマジだよ、マジぶっ殺すかんね、マジ全員かかってこいよ、マジでゴミどもが。雪村思い出せ、お前が数々バカにされてきたあの屈辱をボコボコにしよう。てかさ、トノチューとかバカにしてるやつとかもさ、バカにできないんじゃないの、そろそろバカにできないんじゃないの。僕の視聴者のお仕事っぷりって半端ないからね。オタクどんな感じ？ね、本当に。なんなんマジで。今舐めすぎたよマジで。別に舐められることはさ、今いいけどさ。普通にさ、そんなに別に雑魚ではなくない？そんなに別に雑魚ではなくない？舐められるほど弱くはなくない？めっちゃ思うけどな。まあ俺たちがジャスティスってことだよ。ジャスティスってこと、うん、引きこもり絶対ジャスティスってこと。いやもう俺たちがジャスティスなんだよ。神ゴッド GOD ゴッド。ちょっとジャスティスに思い込めよう。今までにないほどのジャスティス。嫌な予感しかしない。あ、違うから、違う、普通にジャスティスに全ての思いを込めろ。シオンです。ワンツエマージェンシーレイジー、やつらはクレイジーインザダー、うちにこもってゴロ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 と堕落の夜に絡みついたルール
言葉はルール腐っていた正論も常識も意味を持たない都会にさようなら引きこもり絶対ジャスティス俺の私だけの俺の中で聞き殺してる俺の私の音が君に染まるまで引きこもり絶対ジャスティス俺の私だけの俺の中で聞き殺してるランディブルを俺の私の音を君が包むだけ時が今来た、わかる？エゴ放つのさぶちに構ってからいつかえ、わかる？え、わかるわかるわかる俺たちの時が来た、マジでそうえ、マジ、マジさ、あの、バカにする相手間違ってるからね喧嘩売る相手はエマージェンシーレイジーさすがにクレイジーな計画はおだぶつぐる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 と世界は変わらず回っていたルールールお前らの視線がルールールぼやけて尽きるマリオネットな感情に気づいてしまったやっぱちょっと最後はやっぱ立って歌わないとなちょマイクが届かないけどちょ立って歌おうあええ愛も変わらずじゃうるわずなうるわわずにさらばれないで引きこもり絶対ジャスティス俺の私だけの俺の中で聞き苦しんでランディブを俺の私の音が君に染まるまで引きこもり絶対ジャスティス俺の私だけの俺の中で聞き苦しんでランディブを俺の私の音を君が包むだけ時が来た今エゴ放つのさうちにこもってくらいざけ最後あれだったテンション上がりすぎて一番歌っちゃったあちょっと待ってくれ落ち着いてくれ疲れたから落ち着いてくれ何だってんだちょ、他の歌でしょ他の歌はいもう絶対ジャスティス俺の私だけの檻の中ではい過ごしてランデブーをもういいっすか勘弁してもらっていいっすか染まるまで引きこもり絶対ジャスティスはいはいいいと思いますそれでジャスティスでいいと思いますはい引きこもりランデブーを俺の私の根を君が包むだけ Wow, wow, wow 時が来た今はいもう何でもいいっす何でもいいっす英語を放つのさはいうちにこもってく狂い咲きたいっすはいお前やめろマジで疲れてんだからさやりきれない上下関係ないの上下関係生まれてるのめっちゃ面白いやめて本当にちょ本当やめてうんちょクールダウンしようクールダウンなんかあるだろちょっとなんか歌りくちょうだいちょクールダウンしようマジで夜明けとったるまあいいよじゃあそれでじゃあそれでいいよじゃあもう立って歌うから夜明けと渡る夜明けと渡るも立って歌うのかよ嫌だよ悲しくしない普通にちゃんと歌ってほしいんだけどあなんでだよもうどうでもいいだろうが別に目標達成してんだからいちいちうるせえらガタガタじゃあもうあるだろう友達とカラオケでもうなんかよくわかんないテンションになってなんかみんな立ち上がって歌い始める謎なやつ今立つかI'm sorry.
ねえんだってよ。甘い月に見とれてしまうから、暗い足元も見えずに、おい転んだことに気がつけないまま、遠い夜の星がにじむ、おい。ちょっと次の曲入れていい？次の曲入れて、ちょっとデモ貸して、デモ貸して、ちょっとしたいことが見つけられないから、急いだふりうつむくまん、おい。転んだ後に笑われてるのも気づかないふりをするのだ。形のない歌で朝を描いたまま、お前トイレ行く、トイレ行くんだったらさ、あのメロンソーダ持ってきてくんない？ちょちょ前、ちょ前、前通るよ、前通るよ。しみに見えるほど嫌いなものが増えたので、はい、地球の裏側へ飛びたいのだ。無人の駅に前だって。終電何時？え、マジで？やばくない？え、じゃあさ、とりあえずさ、水に映る花を見ていた。てて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 、水に霞む月を見ていた。延長 OK、 延長ね、 OK。 夏が来ないままの空が、トゥルル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 ル息ができたなら、遠い夏の向こうへ、冷たくない君の手のひらが見えた、甘い朝焼けの夜空。来ないままの街は今、愛の色夜明けと蛍。はあ、ほんと何をやってんだよ君ら何をやってんだろうね。いや、もう分かんないですけど、なんか楽しかったらまあそれでいいみたいなとこあるよな。夏だし、はあ、もう今やっと座ったよ。マイクの位置高えし、もう何やねん、ほんと天才だった、ほんと。
ありがとうね。お前らが楽しかったらそれでいいよ、ユキラは。でも全活動者1、夜明けと蛍をあれだな、台無しにしたナンバーワンなんだろうな。嬉しくない、嬉しくないけど、ね、マジイレギュラーにも程がある。超いいところで電話が鳴るやつね、うん、いやマジでね、雪村のファーストシングル「イレギュラー」っていうタイトルな可能性あるよ、マジで。雪村ファーストシングル「イレギュラー」8月15日発売。イレギュラーすぎるマジで。もう一回歌うくある、歌うくじゃない、歌りくある、あと20分だからさ、まあ、楽しく終わろうよ、楽しく。え、マヒトが何ん、今マヒっていう単語が見えたけど、ごめん、今今日米瓶つけてないんだよ。もうマヒさん、マヒさん、もうすいません、本当忙しいところ、本当毎日投稿のところ申し訳ない。だから聞きながら動画編集してる、多分。うん、マヒさん、アゲローデイズ？8月15日だから、おもし、あ、まあ、カゲローデイズ？いや、カゲロウデイズいいけど、これ難しい。いや、まあでもいいか、また立って歌えばいいから。立って歌えば何でもいいと思ってる。もう、うまく歌えない歌を、その立って歌うことによって、カモフラージュする技を覚えた、マジで。立てばいける気がする、マジで。なんかノリで言ったら、なんかどうにでもいける気がする。カゲロウデイズでしょ。8月15日だからでしょ。うん、8月15日だから。日だから、カゲロデイズ歌う理由込みで音痴したから。ちょっと待って、もう一回立つか。もう一回立つか。ちょっと待って、マイク上げなきゃいけないから、ギリギリまで上げてくれました。頑張ってくれ。これ立ち用のマイクじゃないからさ、ちょっと前かがみになってる。椅子邪魔だな。これで誰が幸せになってるのか分かんないけど、まあまあ需要はギリ需要があってほしい、マジで。え、こんなキーだっけ。ちょ待って、キーは、ちょキー、いたでもまあ夏は、ちょ、今キーやって、今ふざけてない、今。なごなでながらぎうでうで、あ、オッケーオッケー、じゃこれね、オッケー、うん。あ、お前帰る。あ、お前帰る。送ってこうか。マジ。え、じゃあまた明日ね。え、連絡して。え、帰ったら一旦連絡して。8月15日の午後12時半くらいのこと。天気がいい。天気悪いけどな、今東京めっちゃ雨だけどな。ぬほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていた。でもまあ夏は嫌いかな。猫を撫でながら君はふてぶてしくつぶやいた。あー、逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったの。バカにかばった信号機、バッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色気、火の香りと混ざり合って無世界
た嘘みたいな影楼が嘘じゃないぞって笑ってる夏の水色か今は強なぜみんなの目に全てくらんでウェイ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 目を覚ました時計の針が鳴り響くベートで今は何時今22時50分だけど大丈夫え、やばくない結構雨とか降ってるからさえ、早めに出た方がいい多分終電混んでるからさ全然覚えていたでもさ少し不思議だな同じ公園で昨日見た夢を思い出したおい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 え、ここでここでオタクのノリ受ける落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さるつんざく決めいたぜ瓶の音が木の隙間で空回りわざとらしい影楼が夢じゃないぞって笑ってる恨む視界に君の横顔は笑ってるような気がさえ、お前次、え、大塚愛の桜も歌うの？え、お前マジ分かってんじゃん。これ最高かよ。最高。何度世界が膨らんでも影楼が笑って奪い去る繰り返しで何十年もっとくに気がついていたろこんなよくある話なら結末はきっと一つだけ繰り返しだ夏の日の向こうおいおいおいベート押しのけ飛び込んだ瞬間トラックにぶち当たる血しぶきの色気身の瞳とき死ぬ体に乱反射して文句ありげな影楼にざまあみろよって笑ったら実によくある夏の日のことそんな何かがここで終わったいを覚ました8月14日のベッドの上少女はただまたダメだったよと一人猫を抱きかかえてたはぁ何をやってるんだろうなもうこれ歌い終わった後マジでやばいよだって部屋誰もいないからね雪村これカラオケごっこやってるけど何やってんだろうってなるからね本当にもういちいち戻すのめんどくさいしもうじゃあもういいっすかじゃあもうあと情報10分なんでじゃあもう行こうじゃあもう行こうやっぱね今日ね本当ねたくさんありがとうございました本当すごいコメントをね150万コメントぐらいかあのさ大きい声で言えないけどさこんなにさ簡単にね簡単じゃないけどなんかこんな、ね、あのペースでクリアするとさそのえ100万コメントって大したことないじゃんみたいな感じになるんだけどさ全然違くてこれって本当にやばいことだからねお前ら本当に慣れちゃいかんよ本当に慣れちゃいかんよ本当に2時間で1時間で行ったんだよ最初バカだからね普通に考えて、まあ、そんなねお前らに今日ね救済されたということでね僕が今日最後は救済執行を歌いたいと思いますもう嫌なもうこれも嫌な予感しかしないじゃんえ救済執行最後マジかじゃあちょっと全員立とうぜちょお前店員さんからお前タンバリンもらってこいタンバリンマラカスでもいいよマラカスあと充電器ないから充電器も持ってきてうんちょもうまた何なんだもう今日はもう縦縛りでいこう、うん、誰も望んでないけど誰も望んでなかった誰も望んでないのに雪浦立って歌う意味が分かんないもう勝手にしてじゃあね最後で救済執行歌う もうどうでもいいからどうでもいいん
はい、ごめん。ごめん、固まったんだけど。店員さん呼んできて。店員呼んでこい、マジで。え、なんか止まった。うん。いや、俺もう電話する。俺電話するから。あ、もしもし。あ、なんか、301号室なんですけど、なんか、はぁ、あ、なんか止まっちゃって、あ、もう帰るんですけど、やっぱ最後、ちょっとみんなで、ぶちかましたいみたいな。なんで、301号室ね。寂しいわ今日も絡まってるディープな焦燥今日も他に晴らして泣いた救いはないとまあ話して君の兄弟一体どんなことがあったどこのどいつにやられたんだ髪は見ている黒く濁るエツを泳ぐ人を犯した卑劣なひどく揺らされた弦を歌う理解ですら生まれながらにしてそれは悪でないと言うなら強制失格えい、えい、狂わせる視線の先狂わせる視線の先こっちおいで抗えないよ、ベイベーいけないってその対象言っても聞きやしないでしょ狂気は狂気で満ちたんだ救いようがないなのが続くレバース今度は俺らの番だどこのドイツにやれたんだ神は見ているゆらゆらるアザビアルアグラカイトグドンシャ生まれながらにしてそれが悪でないと言うなら KNMGAGGA アティケティオイ強制失格おいおいいや本当ありがとうマジでスーパー強化タイム来たもういい感想だからもういいよ音いいよもう音いいなんかもういいよ俺感想だから、うん、俺感想とかいらないタイプだから、うん、いやマジお疲れ本当にお疲れマジで最高マジ俺たち最高だよ本当、うん、感想もいる OKOKOK 感想もいる感想もいるごめん俺いらないすぐ切るタイプだから今見ている Hey, hey, hey Way, way, way Way, way, way 髪は見ている Hey Hey 髪は見ているやりきりすぎでしょもういいよエンディングかけまーすふわふわしたいならどうぞ開演準備しちゃおうか開演準備早々1時間で目標達成してしまう俺たち一体どうなっているんでしょうか一体トノチュウとは何者なのでしょうか準備する必要がなかった普通こういうのは1日前ぐらいからこうなんだろう伝説の配信やりますとか言うのにマジ1時間1時間前に1時間前とかじゃないか30分前ぐらいによ
予告してね、今いるメンバーだけでよく頑張ったなマジで最高。ちょ最後みんな3150くれ、3150くれ、最高。え、自信持ってね、自信持って最高だから、全キャスの中で最高だからマジで今日は。わざわざツイートする、最高、3150最高。いやもうゆっくり休んでマジで、うん、最近ほら雪村さんも休む隙与えないからさ一難去ってまた一難、ぶっちゃけありえない。二人はプリキュアマックスハートすぎて、あの本当に申し訳ないんだけど、ちょっととりあえずまあ一回もうみんな休もうマジで、うん、どうでもいいから本当、うん、それじゃあありがとうございました。いや最高、おつむらで終わります。いきます、せーの、おつむらでした。いやマジで今日インターネットいつ最高、おつむら、おつむら、おつむら、またよろしく、またよろしく、ありがとう本当に。まあ、この後暇だなってやつはね、うん、まあなんか、うん、そのうちあの誰か配信すると思うから、ナイトへの適当な配信って、適当な配信にってもう適当すぎ。いやメンバーの誰かやるから適当に暇つぶそう、うん、おつおつ、じゃあね、さよなら、ありがとう。